皆さんこんにちは。競輪は番手、競艇は1号艇という言葉がある通り、競艇では1号艇が圧倒的に有利です。ほとんどの選手が少しでも内側のコースに入りたいと願っていることでしょう。そこで今回はインコースにこだわる男たちを紹介していきますので、最後までお楽しみください。競艇の予選レースは過去のレースも含めて公平性を重視した番組編成が行われています。各選手が1号艇から6号艇までなるべく均等に割り振られ、上位選手ほど後半のレースに割り当てられる傾向があります。レース期間中、基本的に予選の間に1回だけ1号艇が回ってくるんです。選手は予選突破をするため、自己の勝率アップのため1号艇でしっかり1コースを取り、スタートを決めて逃げることを念頭に置いてレースをしています。そんな中、せっかくの1号艇で1コースが取れそうな時に前付けで内側のコースを取りに来る選手がいると、内側のコースが深くなりスタートが決めづらくなってしまいますよね。さらにスピードが出る前にスタートすることになってしまうので、負けてしまう確率が普段よりも高くなっていくんです。このように必ず前付けに来る選手のことを陰矢と呼びます。彼らは4号艇から6号艇の時には必ず動きます。下手したら2号艇や3号艇の時でも1コースを狙って動いていきます。大体の選手はせっかくの1号艇なので張り合って1コースを死守しますが、そこまで深くなるのは嫌だなということで1コースを手放してしまうこともあるんです。では最強の陰矢を一人ずつ紹介していきますね。一人目は鈴木幸男選手。登録番号2876番、43期、生年月日は1957年8月10日、出身は愛知県で愛知支部に所属しています。個人的に西島、鈴木幸男、西田の陰矢トリオと呼んでいる鈴木選手は、1978年11月17日、山郡競艇場でデビューします。初優出は1992年3月、同じく蒲郡競艇場にて行われた SG 第27回総理大臣杯優勝戦では3号艇で、本番は2コースに潜り込み、差し切って SG 初優勝を成し遂げましたね。改めてレース映像を見返したのですが、強気な走りを見せる鈴木選手、めちゃくちゃかっこいい。2000年代以降は SG や G1 の優勝こそないものの、2021年前期まで最年長の A1 級として活躍しています。2021年11月20日には常滑競艇場で通算2500勝を達成しましたね。奥様は元競艇選手の鈴木由美子さんで、フライング休み中の常滑競艇場での総会艇のアルバイトを通じて知り合ったそうです。こんなところで運命の人にどこで出会うか分かりませんよね。私の運命の人は一体どこにいるのでしょうか。結婚報道の際に、当時の全国モーターボート競争会連合会長だった故笹川良一氏同席の下で大々的な記者会見が催されました。この結婚がどれだけ注目されていたか容易に想像できますね。鈴木選手はデビュー当時はどのコースからでも勝てるオールラウンドプレーヤーを目指していたが、気がついたら陰矢になっていたと語っていました。そんな鈴木選手の思い出のレースとして紹介させていただくのは、2021年1月20日、玉川競艇場で行われた第27回神奈川新聞社賞2日目の第3レースです。5号艇での出場でしたが、回り込んで2コースをダッシュ、1号艇の松浦勝選手とともにかなり深い進入となりました。他の選手は3コースは2号艇の宮本博之選手、4コースは3号艇の浦田信義選手、5コースは4号艇の柴田愛理選手、6コースは6号艇の佐藤穂乃香選手でした。大時計が回りスタートする頃には1号艇の松浦選手と5号艇の鈴木選手は90メートル付近まで流れ込んでいました。ダッシュ組はこれだけ内側が深いとまくりが決まる確率が高いので、スタートを頑張ることが多いですよね。そんな中、内側もまくられまいとスタートに力が入りました。
2号艇の宮本選手がスリット後伸ばしていきましたが、実況のスタートの早い艇が複数ありましたの声とともに、複数の艇のフライングがコールされることになったのです。1号艇の松浦選手、2号艇の宮本選手、3号艇の浦田選手、6号艇の佐藤選手がフライングに散ることになりました。4艇もフライングになるなんてなかなか珍しいケースですよね。一気にライバルが減り、残った5号艇の鈴木選手と4号艇の柴田選手は淡々と周回を重ねゴールしました。3連単、3連複、2連複が不成立となってしまいましたね。深い進入でよくレースを行う鈴木選手はコンマ04のスタート、この中では一番遅いスタートでしたが、お見事というしかないレース展開となりました。2人目は西島良則選手、登録番号は3024、49期、生年月日は1961年10月30日、出身は島根県で広島支部に所属しています。デビュー戦は1981年11月20日宮島競艇場で開催された一般戦でした。デビュー戦でいきなり1着を取り、節間3勝を挙げ、新人とは思えない走りを見せました。私だったらベテランの先輩方にビビってしまいそうですが、堂々とした勢いのある走りは男が惚れる男らしさを感じちゃいました。 G1 初優勝は1989年1月に尼崎競艇場にて行われた第3回新鋭王座決定戦、念願の SG 初制覇は1997年3月に住之江競艇場で行われた第32回総理大臣杯でした。インの鬼の異名を持つ西島選手は、インコースから全速モンキーターンができたらまくられず刺させず逃げることができると考えたことが陰屋になるきっかけだったと言われています。そして一般戦だろうが SG だろうが関係なく、一走一走を大切にし、自分の船券を買ってくれる人がいる以上、勝つためには最善を尽くすし、勝てるコースを選ぶのがプロだと思っているという確固たる思いを持ってレースをしています。仕事に向き合う真摯な姿勢、見習いたいものです。そんな西島選手の思い出のレースとして紹介させていただくのは、佐々木康之選手とのイン争奪戦ですね。2021年1月12日、住之江競艇場で行われた2021マクールカップの優勝戦です。1号艇に佐々木選手が乗っており、不動の本命と見られていました。ピットを出た後、4号艇の浜田貴弘選手が前付けに来たところを1号艇の佐々木選手がブロックしたのですが、ターンマークから少し離れてしまいました。そこですかさず6号艇の西島選手がスッとインコースを取ってしまったんです。画面からでも1号艇の佐々木選手のあっという声が聞こえてきそうでした。大時計が回り、絶対まくってやるという強い意志が画面からも伝わる中、2コースの佐々木選手がインの西島選手をまくり切りました。しかし5コースからまくり出してきた2号艇の石丸海人選手の一撃により、惜しくも佐々木選手は2着に敗れてしまいました。3着はまくられながらもしのいだ西島選手でした。今思い出してもアドレナリンが湧き出る瞬間ですね。そしてこのレースから半年後、丸亀競艇場にて再戦の機会が巡ってきたんです。2021年9月13日、丸亀競艇場にて日本モーターボート選手会会長杯の12レースでドリーム戦が行われました。1号艇は西島選手、不動の陰線と見られていましたが、ゆったりとした進入争いに見せかけて4号艇の佐々木選手が結構早いタイミングでインに入っていきました。西島選手はそれを見て慌てもせず2コースに入りました。大時計が回る頃には佐々木選手は90メートルより先にいるような感じで、かなり深いインになっていました。西島選手がスタートを踏み込みましたが、佐々木選手も負けじと続き深いインを持たせてターンマークを先に回り、まんまと逃げてしまいました。このレースはちょうど生放送で見ていたので、思わず佐々木選手すげーと叫んでしまいました。いやー、しびれました。この両選手が今後どんなレースを見せてくれるのか、個人的に超楽しみです。3人目は深川慎司選手、
登録番号3623、71期、生年月日は1974年6月6日、出身は佐賀県で佐賀支部に所属しています。デビューは1992年11月、唐津競艇場で開催された一般戦。特に大きな動きはなく、6着に終わりました。2009年6月、地元唐津競艇場で行われた G1 モーターボート大賞で初の G1 優勝を達成。同年10月に丸亀競艇場で行われた第19回 JR 四国ワープ杯において通算1000勝を達成しましたね。SG 初優勝はそれから8年後の2017年10月、平和島競艇場にて行われた第64回ボートレースダービーにて優勝戦で6号艇ながら前付けから2コースをダッシュ、見事差し切って優勝しました。そんな深川選手の思い出のレースとして紹介させていただくのは、2015年5月18日江戸川競艇場で行われた第40回スポーツ日本杯3日目の第6レースです。このレースでは6号艇に深川選手が乗艇、いつも通りのマイペースの前付けでインを取りに行きます。1号艇の江ノ沢秀明選手は前付けどうぞと言わんばかりに全くイン争いに付き合いませんでした。江戸川競艇場は他場とは違って本当の川なので、雨が降った次の日や風が強い日は流れが速くなるんです。選手はスタートするときに定時定点を意識しますが、江戸川競艇場はそれがほぼできないんです。この日は追い風8メートル、強風が吹き荒れ、いつ中止になってもおかしくない水面状況でした。江ノ沢選手が普通のタイミングで第2ターンマークを回ったところくらいで、同じ画面には映らないくらい深川選手は流されてしまいました。大時計が回り出す頃には45メートル付近まで来ていました。実況アナウンサーが思わず、インコースは深いん神事ですと言ってしまうほど深くなっていましたね。競艇歴およそ30年の私でも見たことがないくらいのインでした。大時計が回り、他艇がスタート。こんなに深くても他艇と同じくらいのスタートタイミングに合わせ、道中さばいて3着まで上がっていきました。いや、すっごい、心臓が飛び出るかと思いました。こんな天候の江戸川競艇場で前付けからの45メートル起こしは、他の選手から深川真嗣の前付けはこんなに怖いんだぞと知らしめる一戦になったのではないでしょうか。4人目は西田康選手。登録番号は3072、51期、生年月日は1961年10月28日、出身は神奈川県で東京支部に所属しています。デビューは1982年11月平和島競艇場で開催された一般戦。デビュー戦は4着でした。 G1 初優勝は1986年11月23日江戸川競艇場で行われた G1 施設改善にて初優勝を成し遂げました。 SG 初優勝は1991年6月26日住之江競艇場で行われた SG 第1回グランドチャンピオン決定戦。1号艇でインコースから抜きで勝利し、初優勝を成し遂げましたね。登録番号3000番台以降の選手の中で一番最初に初の SG をダッシュした選手です。そんな西田康選手の思い出のレースとして紹介させていただくのは、まだ3連単のない時代、1997年5月27日常滑競艇場で行われた SG 第24回ボートレースオールスターの優勝戦です。西田選手といえばスーパーピット離れです。これはペラに異常回転を促し、ピットから離れた瞬間に飛び出していくピット離れのことです。この頃の西田選手はこのスーパーピット離れでインを確保し、よく逃げを決めていましたね。この方法は前付けと違い、相手選手もしょうがないなぁと諦めるしかなかったんです。5号艇の西田選手がスーパービット離れで難なくインコースをゲット。2コースが4号艇の古川文雄選手、3コースが6号艇の植木道彦選手、
4コースの角が1号艇の宇野健太選手、5コースが2号艇の今村豊選手、6コースが3号艇の市川哲也選手でした。大時計が回り、スタート後に飛び出していったのは宇野選手。まくり一撃を決めに行きましたが、内側の抵抗に遭いまくりきれませんでした。まくりを止めた勢いのまま植木選手が先まくりを打ち、インの西田選手を沈めましたね。ここで西田選手の負けは確定しましたが、このスーパービットバナナの凄さがまじまじと見られるレースとなっております。見たことのない人はぜひチェックしてみてくださいね。結果はまくった植木選手が優勝、2着はさばいて上がってきた今村選手でした。この時私は市川選手を買っていたのですが、まさか6コースになるとは思っておらず、侵入の時点で苦笑いになってしまいました。しかし道中さばいて3着まで上がってきたのは素晴らしかったですね。ナイスレースでした。皆様いかがでしたでしょうか。今回はどんな状況でもインコースにこだわる4選手を紹介させていただきました。この中でも特に深川慎司選手のレースはぜひ一度見てみてくださいね。深くてもインに入るというのは覚悟がいるということが再認識できると思います。またあの選手についてこんなことがあったんだよとか、この選手のここがすごいという話がありましたら、ぜひコメントをお願いいたします。また競艇について有益な情報をお届けいたしますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。それではまた。